東京の丸の内で、はい、あの選挙カーじゃなくて、歩いて皆さんと一緒に、はい、考えたり、あるいはマイクで、丸の内界隈に呼びかけたりしてるところに、はい、有権者がまだ僕に質問をなさってるところに、まあ、我かも意図はなかったかもしれないけど、男女2人の若手の記者がアポなしで突然現れて、で選挙の取材だと思ったら、選挙のことは一言も聞かず、20年近く前のこの共同通信、ここですね、ここにいた時に、だから最初意味分からなかったんですけど、400何十万円を私的に利用してそれでクビになったんじゃないかって、ね、まずですね、こののっけからこれが荒唐無稽なのは、はい、言葉を考えても分かるんですけど、この間バングラデシュのダッカであったようなああいうテロ事件、はい、あれが5ヶ月間ずっと人質になった状態続いてたんですよね。ペルーの事件ですよね、はい、で僕は日本に全く帰らずの事件現場にいたんですよね。それでどうやって400何十万円を取材費でなくて私的に利用するんですか、はい、何に使うの。ちょっと考えにくいですね。マンション買うぐらいしかないんじゃないですか、物価差考えると。というかでね、そういう暇もないでしょう。暇あるわけないじゃないですか、でちょっとこれきついこと言うけど、他の記者は大半外務省が1日1回かそこらね、多くても2回やってくれる定例会見だけ聞いて、でそれを元にして仕事するだけなんですよ、で僕は普段から記者クラブ当てにしない、はい、つまりそれは記者クラブの延長ですよね、ペルー行ってまで、もう世界どこ行ってもそうなんですか、日本の記者は、で僕はペルー国家警察軍に食い込んで、そのためにはスペイン語を勉強して現地で、そしてペルーの貴族社会にも食い込み、それから藤森大統領の側近にも食い込み、それだけじゃなくて日本政府の現地対策本部っていうのがこういうホテルデリオルバールって言うんですけど、ホテルの屋上にジムがあったのをそこを借り切って、それを現地対策本部にしてる、ということはこう隔絶されてて、そこに引っこもって、その会見で外に出て降りてくる以外は一切誰も出てこないんですよ、で僕は共同通信本社とも話し合って、僕はあの中の人たちを必ず取材すると、ね、でもその中に入れないから、だいたい銃持った実質武装ガードマンも配置してるわけですよ、ペルーですからね、どうしたかというと、まあ、食事をもう中で食べちゃうわけですよね、この話があんまり仲間になってもいけないけど、食事も中で食べちゃうってことは食事を必ず持っていくから、例えばこれがコーヒーだとして、これがコーヒーのソーサーだとするでしょ、こう乗っかりますよね、でここに紙入れられますよね、でしょ、それからお盆とお皿のところにはもっと大きな紙入れられますね。目も添えられますよね、はい、だからそこにですね、実際に僕はこういう紙を作って、サッカースタジアム、ね、それで、B 入り口、はい、午前3時って書いて、ほそのこれもそのボーイさんに、名前言っても彼ら分かんないから髪の毛こうで、で実はさまざまやり取りしてるから大体この辺に座ってるはずで、でこの名前ね、名前書くのは後に残るかまずいから、一生懸命名前を覚えてもらって、ちょっと名前今言えませんけど、ね、青山なら青山と名前覚えてもらって、確認して、うなずいたら渡して、相当リスクありますけどね、そしたらですね、実際この B 入口午前3時っていうのを僕行くでしょう、牛見つ時に、はい、違うか、まあ、夜中に、はい、そうすると3回に1回ぐらい来てくれるんですよ、はい、ね、で実はその前に僕はペルーの白人社会に食い込む、でなぜかというと藤森大統領は日系だけど、日系人に刺されられてない、そのスペイン人に侵されたままの社会構造になってるから、藤森大統領を支えてるのは白人の特権階級なんですよ、でこれらが事件の話を実は内緒にしてるっていうから、どこでしてるかをまずペルー国家警察軍に当たって当たって当たって、下手なスペイン語で、スペイン語は正直言うとどんどん上手くなりました、必要に駆られて、でこれは週刊文春に青山はその国行ったら2日目の夜からその国の言葉をしゃべるって嘘を言ってるって言ってるけど、実際に僕はそうなんですから、日本に帰ると忘れちゃうけど、そのいわば僕なりにできることを使って、そしたら競馬場の金室に、ね、集まってるっていうから、金室にいきなり直撃したら、この腕とか顔を刺されて色がついてるって言われたんです。色がついてる人間入れない、お前は白人じゃないから、でそこでまあ激しい嫌になって、
てか僕あの怒ってなくて予想してたけど、怒ってる時も僕本当怒ってないから、で相手の様子であの冷静に見てるとだんだん様子変わってきて、日本人っていうのはあの黙って言うことを聞くと思ったらお前は違うって言うから、皇居ある天皇陛下の臣民だと何言ってんだみたいなことまで言って、一応日本の天皇陛下って世界に鳴り響いてますから、でそれはこれでじゃ あの一つ案があると向こうが言ってですね、貴族の一人が、この競馬場の下に乗馬クラブがあると、でそこでそれなりに馬乗れるようになったら、ね、で乗馬クラブからの推薦でこの金室に特別に非白人でも入れてやるって言われてですね、ちょっと腹も立つと同時に面白いこと言うなと思って、で翌朝行ったらですね、あの話は一応通ったのかな、非白人でも受け入れてくれるんですけど、あとは白人ばっかり、ね、で値段は安かった、あのもう貴族社会特有のもんだから値段高く取ったりしない、で馬どれぐらい乗れますかって言われたから、あのいや馬見たことがないって、そ生きた馬見たことがないって言ったら、えらい怒られたけどしょうがないって言ってロバ、ロバを出してきて、でロバに乗ってぐるぐる回って、もう屈辱感を感じながらロバも乗ってたんですよ、ぐるぐるぐる回ってたら筋がいいって言われて、それで馬に乗って本当に数日間で障害物飛んだんですよ、はい、こっち必死だから、運動神経というよりはもう必死なんですよ、だからもうご趣味というより必要に駆られて、しかも趣味全く関係ないですよ、仕方なくのなんかね、だからそれで乗馬っていいなと思ったから日本に帰って趣味にしたい、あるいは本当は 1,2 回しか乗ってないけど今後やりたいねって話に過ぎない、人生逆ですよね、でそこで聞いたのが、近日で上がれて聞いたのが、あの橋本龍太郎総理は言いなりだと、ね、藤森大統領の、そしてどうやって日本人を救うのか何もないと、日本には自衛隊も警察もあるそうだけど、来るのか来ないのかも全然ないと、とにかくお願いします、話し合ってください、話し合ってください、平和にやってくださいしかない、一体何なんだって言われて、ものすごい腹立ったから言い合いしたんですけど、それ確認しなきゃいけないから B 入口午前3時、そしたらやってきた外務省の高官が、あのその通りひどすぎると思うって言ったんですよ、一人じゃない、それを連日記事にした、特ダネとして、で週刊文春には他の記者が追いかけられなかったから、こんなの出まかせだみたいな書いてあるんですけど、追いかけられないでしょ、そりゃみんな外務省の発表聞いてるだけなんだから、これ僕の言ってること分かります、人間をここまで貶めるのか、人が一生懸命努力したことを全部斜めている、裏返しにして、これはきっと嘘なんだと、ね、で乗馬クラブ遊び行ってたんだと、どれぐらい卑しい人間がこうやって考えるんですか、人の努力を全部、人間を貶めて、そうやって若い記者がこうでしょこうでしょと言って、その中にね、例えば共同通信の、この共同通信のそこに車両部ってありましたよ、そこから出たハイヤーでね、家族で旅行してたって、はここそこですよ、そこから出るハイヤーが旅行するんですか、そこの総理官邸、そこの外務省、そこの経産省行くだけですよ、どうやって家族と旅行するんですか、何を言ってるんだこの人はって、ね、それでもその場で一生懸命答えてて、そのうち選挙話になるんだろうと僕は甘いからそう思ってたら、全然ならなくてずっとその話でですね、それで それで、ね、その文春の若い男の記者の方がね、これってだから松江と同じなんだよって言ったんですよ、で僕はですね、まずね、これ言っていいかな、例えば宮崎さん、宮崎哲也さんとこの件でちょっと電話で話した時にね、宮崎さん大笑いしたわけですよ、松江さんは政治資金、国民のお金ですよ、ここ共同通信私企業ですよ、それ自体ぐちゃぐちゃになってる上に、 そのハイヤーで家族旅行したっていうのは全くのデタラメじゃないですか、ね、でそれでも僕は我慢して答えてたら、清水が社長辞めましょうって、清水の方がもうこれは妨害の意図だと思ったんでしょ、僕はまだね選挙の話出ると思って、そのまま終わって、そしたらその後ファックスが来て、その男の記者から中に何が書いてあったかというと、そもそも安倍首相から電話かかってないと、ね、だからここを辞めて僕は三菱総研行ったんですけど、それは海部総理の口利きだ、はこれね、まず皆さんが記者でもね、まず電話したかどうかって安倍さんと、そこに世耕官房副長官も同席してたから、そこにまず聞くでしょ、そしていや電話なんかしてないよって言ったら僕に当てるはずですよね、それから海部総理もご健在ですよ、海部総理に聞いたらどうですか、海部総理が僕は三菱総研に案内したんですか、僕は自力で三菱総研に行って、そこで三菱総研に転身したんですよ、もう何もかもデタラメで、しかも人間の努力を、例えばその日本に帰ってきて、そのこうやってやってもらうときにチップ要求しますよね、
ボーイさんが、はい、法外な額ですよね、はい、それを一生懸命スペイン語で喋って、これはもう相手がボーイさんでも、これは僕は仕事として、その仕事はこの恐ろしいテロ事件の真実を伝えるためにやってるから、あなたがチップ要求するのは分かるけど、それは高すぎるんじゃないかって言って一回一回値切って、それが半年近くですよ、どれぐらいの額になりますか、積もっていって山になって、ね、それを日本に帰ってきた時に橋本総理は僕の原稿が全部気に入らなくて、そりゃそうですよ、ね、政府が間違ってるって書いてあるわけですから、でそれを記事が違ってると言わずに外務省の誰が協力したのかと、で国家公務員の守秘義務違反だからそれを言えと、でここのもう今ここ移転してるけど、ここの総務畑、まあ、丸く言いますけど総務の方から、まあ、政治部を通じて明らかにしろと、言えるわけないじゃないですか、言うわけない、審議の問題ですからね、それでね、このサッカー入り口にやってきた時なんかもね、その他で会った時も毎回聞くんですよ、青山さん本当は社内で私の名前言ってんじゃないか、それ青山さんがやがて共同通信辞めたら、どっかで言うんじゃないか、下手す本に書くんじゃないか、少なくとも社内では清算するために、名前言ってるでしょと、自分らでもそういうことありますから省内でっていうから、絶対そんなことはないと、言ったらやっと本当は昨日、総理と我々となってこうやり取りがあってってことを、誰もいないサッカー前の入り口でちっちゃい声で言うわけですよ、でそれを僕がここへ帰ってきて、ここに帰ってきたんです、まさにここに、清算するために言うと思いますか、それだったらこのトラハシも出ちゃいけませんよね、皆さん普段の生活もそうじゃないですか、人間の基本でしょ、だから共同通信もちゃんと話し合いに応じてくれて、結果、何ヶ月もかかったけど、で僕はもう振り積もる思いもあった、つまり記者をいつか辞めようと思ってた、記者の仕事は最高だったけど疑問もあった、もうここが天のおっしゃる潮時だと思ったから、今回の出馬と同じで、じゃあこうしましょうと、で僕は当然依願退社ですから、私的利用だったら懲戒免職ですけど、依願退社だから退職金全部出ますから、でそのうちからそれ清算するっていうのは、3分の1ぐらい使えば済んだかな、でそれ全部清算して、完全に円満に終わってるわけです、それを円満に退社したと言ってみんなに笑われてるって書くわけです、週刊文春は、これ人間のクズのやることですよね、それでね話を縮めたい、これでも縮めてるんですけど、その夜の電話取材したいと、でファックスに安倍総理の電話も嘘だった、三菱総研も海部総理の口利きだね、そこで書いてあるから、今度電話でですね、何をバカなこと言ってるんですかっていう話になったわけですよ、で僕はあなたこれから家帰ってね、これ男性記者だから本当に言ったんですけど、女性記者ならこんなこと言わないけど、風呂入るでしょうと、仕事終わったあなたでも、そして裸になって文献春秋の記者でございって、そういう鎧を脱いで自分見てみろ、恥ずかしいだろうと、人間のクズになってるぞと、いうことを言ったら、青山氏本誌記者を罵倒って言ってですね、それを延々載せてて、そこは僕読んでも面白かった、でもこれ金出して読んじゃダメですよ、金出して面白がって読むからこういうのをやるんだし、そして一番犯罪性が高いのはですね、これ27日ですよ、でその電話次第は27日夜中ですよ、ところが30日にもう全国に発売してるんですよね、印刷する時間、発送する時間、それはマスコミのことは僕はある程度分かりますよ、出版界であっても、つまり僕に話聞いて僕に全部具体的に否定されてるのに、あれだけ丁寧に答えて、全部根拠があったのに、一切確認せずに裏を取らずに、そのまんまやってるわけですよ、だからこれは事実の報道が目的じゃなくて、明らかに選挙の妨害が目的だから、タイミングがだってあまりのタイミングですもんね、で、なんでこんな急がなきゃいけなかったか、文藝春秋ともあろうものがどうしてこんな急がなきゃいけなかったかというと、選挙終わっちゃうからです、青山を落選させるのが目的だから、それは明らかに意図が感じられるから、とりあえず僕はマスコミの一員だった僕の責任も含めて、僕は戦うのは選挙のあり方、政治のあり方だけじゃなくて、一番国民が本当は憎んでるマスコミと戦うこともこれは天命だと思って、きちんと告訴しようと思って、弁護士さんと相談したら弁護士さんがまず嫌がる、マスコミだけは戦っちゃダメです、我々にも火の粉が、どうせこんなのは申し見せていればいいんですよ、自民党の選挙のプロからも青山さん腹立つでしょうか、我慢してください、マスコミを敵に回しちゃダメ、これがいけない、
だから特に自民党の選挙担当の人に言ったのは、それをやってるから自民党も腐り、マスコミもどんどん腐り、何もお金は癒着して腐っていくんで、国民から離れていくから、はい、一人でやりますから、ご心配なくって言って弁護士さん探したら、やりましょうという良心的な人が現れて、そうでしたか。でまずは、その記事の中のすぐに証拠が出るところ、はい、つまり20年前の話、証拠集めの大変ですから、福島第一原発に入って、ね、映像をみんなに公開したのも吉田所長の許可なく入ったと、許可なく撮ったと、僕は吉田さんを映してるんですよ、吉田さんカメラの中で喋ってるわけ、許可なくてどうやってそれやるんですか、はい、それテレビで公開してるんですよ、元のフィルムもあります、はい、それをたった3人で選挙やってて、僕本人と清水真美秘書と青山大君と3人でやってて、青山ちゃらかさは国立大学の教官だから触らせない上に、彼女は船に乗って調査に行っちゃった、陸にいない、はい、3人しかいない、そのうちの青山大君を泣く泣く切り離して彼にその証拠集めしてもらって、それで東京地検特捜部に刑事告発して、選挙中はね、まだ動きないけど、これからですよ、東京地検特捜部がこれをどう扱うのか、もしも捜査が始まったらどうなると思いますか。言論弾圧事件だと、青山茂春は言論弾圧をしてると、ね、うわーとなります。だからもうこんなやめましょうっていうのが、選挙終わったらまたもちろんすぐやってきて、ね、司法の中からも、これは普通は選挙に勝ったからもういいじゃないですか、しかも48万円も出てていいじゃないですか、それをやってるから世の中の不正は終わらない、人間のクズが生まれるんですよ。僕は本当に電話で話してる時に、あの記者はどう思ったか分かんないけど、意外でしょうが記者のことが心配になった、文藝春秋に入ってるんですよ、いい大学も出て、でお坊ちゃんみたいなお子がなさってるからいい国家庭も出て、それがまた文藝春秋で人事異動して文学会とかナンバーとか月刊文藝春秋とか皆さん記事を回されるんですよ、いろいろね。僕は この男のことをほっといちゃいけないと思ったから、刑事告発して、でも向こうはそう思わないでしょ、この青山を潰すまで、ね、もうあの骨になるまでやるつもりですよ、ほとんどのマスコミが全部敵になるんです。今はその最中にいるんですよ。だから公選法で、おめでとうございますって言って、ありがとうございますって言っちゃいけないから言わないんですけど、はい、一つは全くめでたくもなんともない、たった一人の戦い、支えてくれる方々はみんないるけど、みんなを巻き込むんじゃなくて、一人で戦います。ただ支えてもらった上で、傷つくのは僕だけにします。